こんにちは、伊藤信弘です。ここはですね、名古屋市の人なら皆さんご存知の、港区のアピタです。名古屋の人は毎年夏の港の花火大会に来るときはよくここのアピタの駐車場に車を止めて、ここから歩いて港まで花火を見に行く人たちが多いんですよ。あ、そうだ。で、そうそう、先ほどは劇団スカッシュの皆さん、調子に乗ってすみませんでした。そういえば僕がちゃんと走ってるのかどうかを確認する方法はですね、ないんですよ。なので僕がこのマイカメラで走ってる道中をずっと撮り続けているので、これをまた感想をリタイア後かは分かんないですけどに、この走ってる道中をアップロードしたいと思います。さてはて、やはやまだ全然走ってないのに1時間しか走ってないのにクタクタですね。一体どうなるんだ。ではまたお会いしましょう。